これ中に、ツアロックっていうあのおもりの聞いたことないツアロックって私はい、最近そうだな、男女トーナメントツアーの会場特にあのパターコーナーの脇に担当されたりしまして普通だったら何もついてない状態で、普通に動くパターヘッドクラブの動きをウェイト入れることによって、動き自体を変えてタイミングを気持ちよくしていきましょうっていうようなものになります。さっき2人ちょっと遊んでたんですよこのパターで2人で打ちづらいねこのパターって言ってたんですけど、はい、そういうことか何も入ってないってことですか。これは何も入ってないですなんか打ちづらいねとか言って今それ用の穴を開けてあります。はい、ここシャフトの中に入れていく、うん、これ持っていただいて、はい、こう振るじゃんこれ振れやまずこれで変わるじゃん、はい、ここの重さとここの重さが来るから、うん、でこれが今度ここの重さをこの辺持ってきてこうやって振ってみるとかこの辺に持ってきてこれで振ってみるとかそれで全部変わるのよ。面白そうですよね。はい、そういうことですよね。はい、そういうことよ。だからパターンの時ってこうやってやって結局この重さだけで振らなきゃいけないからヘッドの開閉とか気になるじゃん、はい、だけどこれがちょっとこれだけじゃんこれじゃんこうやって振ればわかるじゃん、はい、でこれをこうやって振るだけで全然変わるから来てごらん、うん、こっち来てごらんイメージだよイメージな。これでこのままパターンストロークしてごらん適当にそのパターンな、うん、で今度これを逆に引っこつけてこれでストロークしてごらん。こういう感じですよね、はい、これのそうそうこれのどのポジションが一番その自分のこの振りやすい余分な手首をこねこねしなくなるかなってところがこれで見つかるってこと、はい、いうことですよね多分、はい、あとはテイクバックしてヘッドが出ない人のヘッドが出てくるようになったりとか。へーパター下手なんですよ。そうなんですねよし稲熊フィッティングやなこれよしもしかしたらお蔵入りになるかも時間のくなりましたよし、はい、では何やるのじゃあまず3球あそこに向かって打ちましょう。普通に自分の打ち方でいいの、うんうん、何も気にせず普通に打っていいです。じゃあこれ入ったらパターンを買い上げる。あ、無理だったいいよ好きに振っていって、うーん、はい、何年目から好きに振っていって、はいはい、ありがとうございます。お、やったじゃん。2回入りましたよ。入ってね、当たっただけ入ってはいない、うん、さあ、ここから稲熊レナが3つ4枚よそうだな。まずこの袋の中に入っているのは、うん、稲熊さんがどう変わるかすげえ。今ので何か分かったんですか。はい、やったじゃん。うわーやったー見透かされたどうしようかな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 。これ一発でいっていいんすか。一発で決めていいと思いますよ。一発で決めてとんでもないところで打つのがこの人ですかもう絶対まっすぐしか行けませんって言って右斜め20度ぐらいのところで打つからうん、本当ですか。アナさん、これ軽いですって思いやすいすごい、すげえ、入ってた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 、なんか入ってたよ。あ、すげえ。あと、不安ですけど、良いドンで引っ掛けて強めに出ることがほとんどだと思うんですよ。知らんわ、そんなのすげえ、必殺仕事人みたいなそれガーンって打っちゃって、あー、引っ掛け目でいっちゃったー。あ、思いっきりバンって打った時は左に行ったとか。長いロングパッドとか、うん、では変わるのそれで、変わる？変わる。わかんねえ、そんなもん。ちょっとどうなの行ってみましょう。狙ってこれで一発でいったらすげえぞ、稲熊。おっ、おー、開いた。いや、今ね、怪しい手の、ね、動きあったんだよ、一瞬だけどお、今のもちょっと一瞬怪しい動きあるんだけど引っかかってないんですけどこれいい、今のいい動きやったけど、その前2球はちょっとキュッキュッってやってんだけど思いのほか引っかかってない。
ないようにしてます。いやちょっとショートパット系。いや今いいぜ、今の2球、最初の2球絶対引っかかってるから普通だったら、うん、じゃあよし、こんぐらい、ほう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 、うん、いい、全然いい、とっても引っ掛けてるけど、とっても引っ掛かってるけど、でも引っ掛けてないもん。好きに振ってごらん、好きに振るのが一番いいの。ほう、好きに振れ、好きに、あの引っ掛けないようにとかと思わなくていいから、とにかく好きにストロークしてごらん。めちゃくちゃいいで、はい、やばっ。ショートパットがあんなに振っていいの。いやいや、全然、やば、めっちゃいい、めっちゃすごい。でそれさ、ちょっと今この縦位置じゃん、はい、ちょっと待って、この縦位置じゃん、こっちにして、斜めにして、こういう位置、こうして。この位置で打つと、このライン、ここのラインとか、このラインとかで絶対わかるから、これをこうするわけよ。おぉ、いいぞ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 。カップに触るようになるぞ。おぉ。いや、だっていい感じだもん。はい、ナイス。いい感じ。一発でイナグマを当てられた感じです。イナグマさん、いい感じよ、いい感じ。それもそのまま持って帰れ。このまま。え、これっていうのは何？自分のお持ちのパターに入れれるの？はい、はい、グリップにエンド穴開けさせていただきますが、やれます、もちろん。え、ってことは、はい、それってグリップを交換する場合は、はい、交換した後にやらせていただいた方がいいですね。交換した後、はい、先にグリップ交換しちゃって、でもケツに穴も開くんでしょ。穴開けます。はい、穴開いた状態なんですね。穴開いた状態になります。違う違う、だから穴開いた状態でやるじゃん、はい、こうやって入れるじゃん、はい、でこれでよかったらその上からまた新しい同じグリップ入れればいいの？同じグリップを入れる場合でしたらそれも可能です。Okay、だって穴嫌な人いるじゃん。はい、後ろの穴一応塞ぐための蓋っていうのはあって、こんにちは、お、塞がれた。こんな風に蓋はできるんです。めっちゃいいじゃないですか。あー、なら全然いいじゃん、うん、蓋ついた。なので穴がずっと開きっぱっていうことはないです。これうちの店用の、これで楽しむ用のやつなので、開けたまんまにしてますけど、蓋はできます。すげえ、めっちゃいい。これでいくらなの、調整のやつは。フィッティング代の5500円と、うん、ウェイト代になります。で、1万円ぐらい、まあ、大体そんぐらいですね、うん、3000円から4000円ぐらいです、ウェイトが。1万ぐらいな、これは、うん、全部フィッティング代とか合わせて1万円ぐらいって感じ、うん、やった方がいいで、はい、いや、めっちゃよかった。でこれ今このパター打ってるのを見て、このグラム数だったので、パターが変わったら違うグラム数になりますし、センターシャフトの変な形のやつです。センターシャフトの変な形のやつ、あのバック、あの後ろにシャフトが来て、あー、バックストライク、そう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 、最初はスコッティの、はい、なんかアラサみたいな形のやつ、これすごいでしょ、はい、出てるんですね、こんなの。うん、違うよ、自分で作ったの。あ、そうなんですね、うん、折れたシャフトをつけたらしいです。そうそうそう、製品に見えるでしょ。はい、でこれ一回打ってみてください。思いのほかいいですよ。なんか折れたカーボンパターがあって、はい、でそれをつないだんです。なんか思いのほかいいんですよ。これエンドにウェイトとか入ってないですね。何も入ってないよ。重いですよ。うん、なんか変なんやって。でもなんか重いでしょ、はい、先も重いし真ん中も重いし手元も重いでしょ、はい、なんでなのかが分かんないもん。ただそのパターで折れたパターカーボンやつがあって、はい、繋げないかなと思ったら繋がったっていう。ほら、私それで昨日アンナさんとパターの勝負したんですよ。そうそうそう、勝ったもんな、自分勝ちました、うん、へえ。結構良くないこれ、不思議と。不思議、なんでだろう、なんか不思議な感じ、ね、なんでだろう。まあ、スチールがだいぶ入ってるっていうのも、そう、スチールが分かる、つなぎ目で、そこももうちょっと下まで入ってるけど、そこまで入ってるから、もしかしたらさっきのなんだっけ、はい、このなんていうんだっけ、これツアーロック、ツアーロック、はい、逆ツアーロックだと。面白い、すごいです。いや、すごいよこれ。絶対ね、皆さんやった方がいいと思う、このパターン、うん、自分の持ってるパターを。感覚が変わります、パターンで。もう一回打って、
抜いちゃった。抜いちゃった。あ、いい。全然全然です。これやった方がいいよ。リングと玉筋が。僕ちょっと気になったのは後ろの蓋だけがなかったら絶対嫌だけど、はい。蓋はあります。蓋があるんだったら OK、はい、な。ここ書いてますね。シャフト内の好きな位置にいられる特殊な重りで、はい、スイングと玉筋が劇的に、本当に劇的に進化して。これパターだけなの？いえ、他のクラブもできます、他のクラブやってるプロの方もいらっしゃいます。昔あったやつだよね。りょうくんが最初にさ、あの、はい、ツアー入った時に使ってたドライバーあったじゃん。あの、はい、あの、羊書いてあるやつですよね。そう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 、なんだっけ、名前忘れちゃった。忘れちゃったけど、あれがここにやってたじゃん。やってましたね。な、はい、これドライバーもできるの？1個聞いてるの、はい、私は何をして劇的に変わったんですか？はい、50g をのウエイトをこの辺に入れさせていただきます。この辺ですに 50g のウエイトを入れました。で、通常ここのエンドのところに 16g つけるところからやらせていただくんですけど、エンドにつけるタイプが 100% 合わなそうだったので最初から50中に突っ込ませていただきました。そんなに分かりやすかったことですね。はい、ここに支点作っちゃうと余計ヘッド出てっちゃうので引っ掛けて強く出るだろうと思ったのでそれを抑えたかったんですね。ヘッド出す動きにここもついてってほしい。一番いいのはもうセットしたら好きに振りゃいいっていうのが、はい、いうことですよね。いやもう打ちたいように打ってパターをで、それに合わせてるんだもんね。だから引っかかるから引っかからないように打てとか、はい、右に押すから右に打たないように打てなくて右に押してもいいから左に引っかかってもいいから好きに打てっていうことができるようになるってことですもんね、はい、気持ちいいように打って気持ちいいところに転がってくれるようになると思います。すごいすごい、これは絶対やったほうがいい。ドライバーもやるの？それをドライバーもできます。中に突っ込んでる。それはどうやって見るの？ドライバーの場合は、ドライバーの場合は女性の方の場合だと、結局先っぽが触れないから、はい、ダブルで重さ持ってきておいて、はい、その重さに任せちゃえってところに持ってくるってこと？簡単に言いますとスライス出る人、うん、まあ、原因いろいろあるんで、はい、必ずじゃないんですけど、はい、ヘッド人が出してこれなくてスライス出ちゃう人はここに支点作ってあげるとここ支点にヘッドが回転して出てきてくれるので、それを利用して球捕まえてあげたりとか、で逆に中に入れてあげると今度実はここが重いだけなのにヘッド重くなったような感覚になる。それってさウエッジでもいいんじゃないの？ウエッジでもできますね。ウエッジこっちカウンター当てといてこうやってやればピッてくるから全部穴からここ閉めてる。蓋できます。まあでもパターもうまずはパターがいいと思う。本当にパターいいと思う。これね皆さんぜひ自分のお手持ちのパターを持ってこればいいんだよね、はい、そうです。お使いいただいてるパターで至急です。至急皆さん来てやってください。めちゃくちゃめちゃくちゃ良くなるだよこれ。打ち方直すよりもいいよ。のそういう感じです。まあ、きっと予約とかあると思うんですけど、はい、どういう風にやったらこのツアーロックを、まあ、試せるのかっていうのをちょっと教えてください。はい、当店1日、8枠、お時間設けさせていただいてご予約を受けたまわってます。でお電話でももちろん大丈夫ですし、ゴルフパートナーのホームページからお調べいただいて、メールで送っていただくこともできますのでぜひご予約いただいてお越しいただければと思います。電話予約もできるから、はい、あ本当電話予約いいね。お電話でももちろん大丈夫です。僕みたいな、はい、僕みたいなログインできない。助かります。はい、お願いします。当店が、味の素スタジアムの向かい側、スーパースポーツゼビオさんの1階に入っているゴルフパートナーフィッティングスタジオ調布店になります。ゴルフパートナー調布だと、ゴルフパートナーフィッティングスタジオ調布なので、ゴルフパートナー調布よりもゴルフパートナーフィッティングスタジオで出てください。はい、これは検索したからです、私が。ありがとうございます。はい、ではチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知もお願いします。